令和新選組大石あきこです、まず通告した3番目の質問からいたします。法務大臣にお伺いします。すべての国民の人生を大切にしたいとそのように思われますか。イエスかノーかでお答えください。斉藤法務大臣。日本国民の、幸せを少しでも前進させていきたいとずっと思っています。大石あきこ君。はい、ありがとうございます。そうお考えなんですね。しかしすべての国民の人生を大切にするとはあまりにも程遠い実態が刑事訴訟法の分野においてもあります。ここから再審、これは再び審査するで再審ですけれども、再審制度の改革について伺います。もしあなたが間違った裁判で有罪判決が確定してしまった、すなわち冤罪の被害者になってしまった、その時あなたは無実でも甘んじて服役しますか。になっても仕方がないと思われますでしょうか。これは私も含めほとんどの人が思わないでしょう。その時にあなたを救う最後のセーフティーネットが再審制度です。しかし現在の再審制度ではあなたを迅速に救うことができません。機能不全になっているからです。近年袴田事件をはじめとして無実の囚がなかなか再審が開始されない問題に光が当たる中で、この国の重い重い腰が上がろうとしています。もっと広くこの事実を国民の皆さんに知っていただき、高齢化した冤罪被害者の名誉回復が間に合うように、無実の人が間違ってになることがないように再審法改正を実現したいと思います。現在の再審制度の機能不全についてご説明します。まずこの国ではこのようなことがあると。冤罪が作り出される構図があり、かつその冤罪で囚になってしまったとしてもめったに再審が開始されないというこの二重の苦しみがあります。まずこの冤罪の構図とは何か。再審弁護に取り組んできた弁護士の論文によると、過去の冤罪事件からあぶり出されたものがあると。捜査機関が素行不良者などと決めつけた人を別件逮捕して拘留し、厳しい取り調べの末に犯行を自白させる。その内容自体は不自然で、客観的証拠とも矛盾する内容が多々含まれていたのに、裁判所が安易に有罪の証拠としたこと。また捜査機関が有罪証拠を捏造した疑いがあること、科学の名を語ったずさんな鑑定などが共通している構図だといいます。この冤罪の構図自体絶対に許されないことなんですけれども、それに加えてめったに再審が開始されないと、大きな理由を2つ言いますと、1つは再審手続きについてはこれは証拠開示の法制度化がなされていないと。再審とは違う通常審では、そのような手続きが明記されているんですけれども、検察官が証拠を隠してしまって再審の開始につながらないという、そういう再審手続きの不備の問題があります。もう一つはせっかく裁判所によって再審開始が決定が出ても検察の再審妨害とも言うべき不服申し立て、これは即時抗告だったり特別抗告異議申し立てというものなんですけれども、そういったものがなされてしまうと。これは袴田さんの事件でも、抗告をするという話になって本当に、それは結局諦めましたけれども大変な、状況になってしまうと。これによってから再審無罪になったケースでも平均30年以上と途方もない年月と努力が必要になってしまう。これを当事者や有識者の方などさまざまな方のこれまでのご尽力によって、現在再審手続きにおける証拠開示の手続きと検察の不服申し立ての禁止、これの法制度化の必要性というのは、大筋社会的合意ができていると思われます。実際に法務省においても2016年成立の改正刑事訴訟法の附則第9条に基づき在り方協議会が設置されていると。その中で再審請求審における証拠開示等について協議予定とされています。それで今年の2月には予算委員会で
分科会で自民党の塩崎委員が再審手続きのこの点、改正が必要でないかと質問されています。それで法務省も、これ、在り方協議会で証拠開示等について協議する必要があるんじゃないかということに対して、答弁の中で、やる予定だと、やる予定なのは強く申し上げておきたいとおっしゃっています。まあ、しかし、これは動きがあまりにも遅いと言わざるを得ません。ここで伺います。いつやるのでしょうか。今年何月にやるのでしょうか。教えてください。斉藤法務大臣。まずこの在り方、協議会ですけど、ご指摘のように平成28年成立の刑事訴訟法等の一部を改正する法律の付則第9条において指摘されたことの検討に資するためにですね、今改正後の規定の施行状況をはじめとする実務の運用状況を共有しながら制度運用における検討すべき課題を整理する、まあ、こういうことを目的として開催しているもので、まあ、同協議会には放送参照日警察庁のほか刑事法の研究者やマスコミ関係者といったまあ有識な方々にもご参加いただいていると、その上で何が申し上げたいかといいますと、その彼らのですね、検討課題についてはですね、協議会における協議すべき項目の順序等は、構成員の方々のご意見を踏まえながら決定しなくちゃいけないということでありますので、いろいろ他にも協議すべき項目がありますので、その協議の状況にもよりますけど、私としてはですね、この間申し上げましたように、充実した協議が行われるようにですね、努力をしていきたいと考えています。大石愛子。大体何月になるか、教えていただけますか。斉藤法務大臣。これ協議会の中でその他いろいろな項目がある中で協議会でまずご判断をいただかなくちゃいけないので私が何月っていうふうにここで申し上げることはできないんです。大石愛子君。時間がないので2つ目の改革事項である検察の不服申し立て禁止、検察に抗告をさせないということについては、それもまた塩崎委員の質問に対して、これは法務省の方から困難であるかのような答弁をしていましたが合理性がありませんでした。そのせいで、再審がなかなか開かれない、検察の、再審妨害という、そのせいで、いろんな弊害が起きてます。名張事件の奥西さんは第9次再審の途上で89歳で亡くなりました。大崎事件の原口彩子さん、40年以上無実を訴え続け、今94歳です。再審は決定しましたけれども、袴田巌さんは事件から53年、今85歳です。法務大臣、いろんな調整があるんだと言うんですけど、これは本当に政治の決断、いつやりますっていうのが必要な断面になっていると考えます。この人たちの人生において、間に合う必要があるというお気持ちはありますか。斉藤法務大臣。まず袴田さんの件につきまして、今、係争中でありますので、係争中の案件について、私からですね、法務大臣として、コメントをすることは、差し控えるべきだろうと思っています。でその上で不服申し立ての話ありましたけど、これは前回も答弁申し上げているんですけど、検察官が再審開始決定に対し抗告しうるということはやはり公益の代表者としてこの権利は当然のことでありまして、これによって再審請求審における審理決定が適正かつ公正に行われることが、担保されると考えています。で検察官の抗告権を排除することにつきましては違法不当な再審開始決定があった場合にこれを是正する余地をなくしてしまうという問題がありまして、また司法制度全体の在り方とも関連するので慎重な検討を要する課題だと考えています。大石あき子。これは塩崎委員とのやり取りの中でも同じことをおっしゃってたんですけど、やはり再審の議論の中で解消できるべきことであって、その手前での抗告をする合理性はやはり全くないのだと考えます。で再審手続きについて、なぜこのようなことになっているか、非常に古いという問題があって、これは戦前から戦後になるときに、刑事訴訟法の他の部分は変えられたんですけど、再審のところは間に合わなかったという、とんでもない状況によって、70年間も戦後そのままになってて、本来でしたら当事者主義、当事者の権利、黙秘する権利ですとか、さまざま憲法に基づいて明記されてたものが、この再審の部分は抜け落ちていると、それだけでも本当にその至らない、ずさんであるということは間違いないわけで、人の人生を大事にすると、したいとおっしゃってましたので、ぜひ政治の決断、今年何月にということをおっしゃっていただきたいと思いますが、時間切れでしょうか。時間ですので、簡潔にご答弁お願いします。ありがとうございます。
先ほど申し上げた協議会の中で、課題を整理しながら進めていく話ですので、私がここでいつということを申し上げることはできないということをご理解いただければと思います。ぜひ間に合わせていただきたいと思います。終わります。他の、これを言わないといけないようなんです。あと2問については残念ながら時間の関係でお聞きできませんでした。お越しくださったのに申し訳ありませんでした。終わります。はい。